皆さん、こんばんは、マーティン、大の脈ボーイ、キングトクです。日本銀行、どういうところか。日本銀行というのは中央銀行と呼ばれ、お金活動やシステムとか管理になっています。旧館新館とあっても、1882年に開業。現在、東京の日本橋本国町にございます。お札の発行、政府の銀行、あと銀行の銀行、あって、役割としては、お金の調節とかいろいろですね、経済活動を行えるように、はい、大変なもんですね。はい、金融機関としては普通銀行、信託銀行、信用銀行、日本郵政口座、主な金融機関で、そういうことです。はい、まあそうですね、いろいろありますけどもね。はい、確かにお金はいい勉強になるものでございます。今日というわけで日本銀行の話でした。バイバイ。